私は BPM170 から200くらいの UK ハードコアや、フレンチコアやフューチャーベース BPM300 以上のスピードコアやエクストラトーンが好きなんですが、カモちゃんはどんな楽曲が好きですか？世代的にイニディ的なユーロビートとか小室的なトランス？あー確かに。どうなんだろうね。自分その音楽の知識がないんで、こういうジャンルで言われた時に分かんないってなっちゃいますね。分かんないよ、これどれを指してるのか分からんよってなる。だけど一つ覚えてるのは、ユーロビート聴いてるのってオタクしかいないですよって友達に言われた時が結構衝撃でしたね。やめろよとか思ってユーロビート聴いてるやつはオタクしかいないっていう偏見の塊みたいな話を一回された時に、おいやめろみたいな感じに思ったことはある。ひどいなっつって。確かになって思った。でも本当に車が好きで、まあ、イニディから入った人もいるけど、どっちかっつうとね、確かにオタクの人の方が多かったなって私は思いました。コトコでしょ。まあ確かにね、好きな楽曲コトコ。やめろそれは。そうだな、好きな曲で言うと、まあメルブラだとこのマリオの曲とか俺好きだな。なんかこんな感じで軽快なピアノとテケテケやる感じの曲は普通に好きですね。でまあオタクなんでユーロビートも好きだったし、そのイニシャル D で聴いた曲はどれも好きですね。小室さん世代ではないんですよね。あ、世代なんだけど、そんなでもなかった俺は。いや、なんつうのかな、噛みすぎて好きとか嫌いとかじゃなくて、そこにあるみたいな状態、小室さんって。最近だと俺あれかな、自社のゲームを除くで言うと、やっぱあれかな、なんかタイトルが出てこない、ブルーアカかな。ブルーアーカイブの曲が基本的に好きな曲多いかな。最近の火力演習の曲とか、あとは、なんだっけ、曲名忘れちゃった。バーチャルストームとか、あれ、ゲヘナの、あれ、ゲヘナどうだっけ、いや、ゲヘナか。名前が出てこねえわ。ヒロハスとか、さくらあやねさんのキャラクターが、とか、なんかマリンカのキャラがいるあいつらの曲とかね、まあなんかそういうのが好きですね。はい。誰一人キャラの名前覚えてないのやばすぎる。誰一人キャラの名前覚えてないけど、あの辺とか好きですね。名前何一つ覚えてねえな。なんだっけ、誰か名前わかる。アヤネルはイオリ。ああ、そうだ、イオリいた。それだ、イオリだ。ああ。まあいいや。という感じで、ブルーアーカイブ結構透き通るような曲が多くて好きですね。っていうぐらいですかね。好きな楽曲。まあ、最近やってるゲームだと本当ブルーアカの曲で今のところ外れがない感じはしますね。だから大体好きな系統はあの辺なんじゃないのかなって思います。可愛い系の曲ってよりは、なんか、ちょっとハードな感じのアレンジが効いてる曲の方が好きではありますけど、はい。そうですね。いや、好きな曲のジャンルって確か18歳ぐらいとか？いや、違うな。中高生ぐらいからで止まっちゃうみたいな話が結構あると思うんですけど、確かにそれは俺もそうだなって思います。私はいまだにコトコの曲聴いてるんで、確実に止まっている。確実に時代が平成で止まっている。2000年代ぐらいで止まっているのは事実。それはそう。2000年にも行ってねえんだよな。90年代なんだよな。前コトコさんが全曲クラスのフル CD みたいなの出したんですよ。むちゃくちゃ CD 入ってるやつ。あれをねずっと聴いてるんだけど、懐かしくなってくるね、あれね。私は受験とかの時に聴いてた曲なんで、あまりも懐かしい。っていう感じで、あとはあれかな、オタクなんで基本的に新作のアニメ
のオープニング曲とかは結構大体買ったりしますね。まあ、今サブスクとかあってすごい聞きやすいけど、なんかその辺のやつは片っ端から聞いていますね。なんですけど、そういうのとは別で単純にゲームやったりアニメ見てこの曲マジええやんって思ったのは最近だとブルアカかな。シンプルにいいなって思った。だから多分ブルアカのその曲がおっさん向けにチューニングされてるんじゃないのかなって私はなんとなく思いました。あの好きな曲が多かったんで、全体的にそのソシャゲのメインターゲットである40代ぐらい、お金を使ってくれるおっさん世代にちゃんとチューニングしてるんだろうなってなんとなく俺の中では納得したんですけど、なんかちゃんとやっぱターゲットは絞るはずと思うんだよね。若者向けに曲を作るのかね、おっさん向けに作るのかってやっぱあると思うんですけど、俺はなんか結構おっさん向けなのかなって思ってやりました。ソシャゲお金落とすのおっさんだけなんで、あの辺のジャンルは若い。あ、そうなの。あ、若者向け全振りがプロセガ、確かに。そうだね。そうだな。好きな曲のジャンルマジでわかんないな。もうなんだ、言っちゃダメなんだけどさ、YouTube とかでブルアカの曲検索するといっぱいヒットするわけよ。これ勝手にアップしてるやつだからダメなんだよなって思いつつも、山のように流れてくるじゃん。で、そうだね、ブルアカみたいな EDM 系なのかな。で、いろいろ聞いては見たんだけど、まあそうだな、割とどれも外れがなかったかなとは思いますね。最近だと、2つぐらい前のイベントかな、あれ、名前が出てこねえ。誰一人として名前が出てこねえ。いや、ちょっと待って、さすがに思い出したい。ひなただ。ひなた。ひなたが出てきた、ドタバタシスターの回あるじゃん。廊下もね。廊下もね。あれ、ひなたで合ってる？まあいいや、あいつが出てきた時の、戦闘 BGM のやつ、あれが好きだったかな。パイプオルガンメインのやつあるじゃん。あれね、なんかメルブラっぽくて好きだったわ。なんだろう、CL ステージかなみたいな感じで、割と好きだけど。あ、そうそう、ウイちゃんのやつね。あの辺の曲とかは好きだったかな。っていう感じで、まあ、今のところあんまりそれらしいハズレっぽい曲がないかなという感じで、もしやったことがない人いたらおすすめです。ゲーム部分はまあプリコネ的なやつなんで多分遊びやすいんじゃないかなと思います。はい、お便りいただきありがとうございました。声優名はすぐに、確かにね、チャンリナってすぐ出てきたんだけど、チャンリナのキャラクターはわかるけど名前わかんないっていう状態になっちゃうんで、これしょうがないですね。俺は悪くねえ。あ、ちょっと待って、マシュマロの、いや全然関係ないんだけど、Windows をさ11にしてクソ使いにくくなって、俺ほんと困ってんだよな。Windows 11にしたのすごい後悔してます、正直。